俺の名前はひろあき。嫁のアスカとは生まれた時から言い名付けの関係で、23歳の時に結婚した。子供も2人生まれて、家族4人で幸せな生活を送っている。そんな俺とアスカナが婚約していることは、長い間家族以外には秘密にしていた。とある事件でそれがバレてしまったんだが、その時俺たちの関係は一歩進んだものになった。高校2年生の時、俺のクラスには学校で一番の有名人がいた。それがアスカだった。学校一美人でスタイルも良くて、運動も勉強もできるというと、男子生徒の憧れの的だったのかと思われるかもしれないが、実は真逆だった。アスカは全校生徒に恐れられていた。男子はアスカがどれだけ美人でも近づきたいとは思わず、女子もアスカのことは遠巻きに見ていた。その理由は、ちょっと今日の日直は誰よ。昼休み、弁当を食べ終わったアスカは一人でどこかに行っていたんだが、教室に戻ってくるといきなりそう叫んだ。教室で談笑してたクラスメイトはアスカが叫んだのでみんな固まってしまった。アスカはみんなの反応は全然気にしないで自分で日直を探し出すと怒鳴りつけた。さっき見に行ったら花壇が乾いてたわよ。水をやるのは日直の仕事でしょ。枯れでもしたら責任取れるの。その日の日直は気の弱い女子だった。クラスの花壇の花に水をやるのは日直の仕事だったけど、うっかり忘れていたみたいだ。アスカに激しく怒鳴られて、その子は泣き出してしまった。泣いたら許されると思ってるの？そんな暇があるなら今すぐ水をやりに行きなさい。アスカに怒鳴られて、日直の子とその友達は一緒に教室を出て行った。アスカはそれで満足して自分の席に戻った。周りで見ていたクラスメイトは、アスカが日直の子を泣かせたことをひそひそと非難していた。俺も一部始終は見てたけど、クラスメイトとは違った感想を持っていた。アスカが言いたかったのは、花が枯れたらかわいそうだってことだ。それに忘れてただけだとしても日直の仕事をしてなかった方が悪い。ただ言い方がきつすぎるだけで、アスカは別に間違ったことは言ってない。だけどクラスにはアスカの味方は誰もいなかったし、俺も何も言わなかった。アスカもそれは納得してることだ。アスカの本当の姿は俺だけが知っていればいいと俺もアスカも思っていた。その日の放課後、俺が家に帰るとアスカが家に来ていた。俺は歩いて帰ったんだが、アスカはバスに乗って先回りしてきたらしい。アスカは母さんと談笑してたけど、俺が帰るとさらにパッと笑顔になった。おかえりなさい。なんでいるんだよ。なんでって、未来の旦那様の家に来たら悪いの？アスカはそう言って俺の腕に抱きついてきた。これがクラスメイトは知らないアスカの本当の姿だ。アスカは学校では毒舌、近寄りがたい雰囲気だけど、本当は甘えん坊で可愛い俺の言い名付けなんだ。お互いの父親が親友同士で、もし男女の子供が生まれたら結婚させようと昔から約束してたらしい。それでめでたく俺とアスカという男女の、しかも同い年の子供が生まれたので、俺とアスカは生まれた瞬間から言い名付けにされた。学校ではこのことを知ってる人は一人もいないから、俺は学校ではアスカに話しかけないし、アスカも孤立しても俺に助けを求めたりしない。でもプライベートな時間のアスカは
こうやって全力で俺に甘えてくる。そのギャップが本当に可愛らしくて、俺はアスカのことが大好きだった。二人とも社会人になったら結婚するという約束だったけど、俺はその瞬間が待ち遠しくて仕方なかった。ひろゆき、どうせこの後暇でしょ、デートに行くわよ。と言われて、俺は制服から私服に着替えて、アスカと一緒に家を出た。クラスメイトに目撃されたら困るから、普段は外でデートすることはないんだけど、その日はアスカがどうしてもクレープを食べたいというので、周りを気にしながら商店街に向かった。幸いなことに、商店街は空いていて、知り合いっぽい人は誰もいなかった。アスカは外デートにテンションが上がってしまって、俺の腕にくっついてはしゃいでいた。ひろあき、私、いちごキャラメルクレープがいい。わかったわかった。だから、あんまりくっつくな。いいじゃない。本当はいつもくっついていたいのよ。学校で我慢するのも大変なのよ。アスカと俺は腕を組んで、クレープを食べながら、ゆっくり歩いて家に帰った。外を歩いていたのは1時間くらいだったし、人通りも少なかったから、誰にも見られてないと思って、俺も少し油断していた。だけどその油断があんな事件を起こしてしまうとは、その時の俺は思っていなかった。次の日学校に行くと、教室の中の様子が明らかにおかしかった。みんな教室の後ろの掲示板の前に集まってひそひそと話していた。ひろゆき、あれ見ろよ、レア写真だぞ。と言われて、俺も掲示板を見た。その瞬間、全身の血の気が引いた。掲示板には大きく引き伸ばされた一枚の写真が貼ってあった。それは昨日の放課後、俺とアスカが一緒にクレープを買いに行った時の様子だった。俺は写っているのは背中だけだったけど、アスカは可愛らしい笑顔でクレープ片手に俺の腕にくっついている姿がバッチリ写っていた。誰が盗撮して貼ったのかは知らないけど、この写真のせいでアスカの本当の姿がクラスメイトにバレてしまう。どうしようかと思っていると、アスカも投稿してきた。そんなところで固まってると邪魔よ、早くどいて。とアスカはいつもの毒舌で言ったけど、みんなそれを聞くとひそひそと話し出した。アスカはそれで不思議そうに掲示板を覗き込んだ。何よこれ。写真を見るとアスカは怒って叫んだ。そして写真を剥がしてビリビリに破いて捨てた。写真のアスカはすごく可愛い笑顔だったから、俺はちょっともったいないと思った。こんなことしたのは誰よ。盗撮するなんてありえないでしょ。アスカがそう叫んだのでクラスメイトはますますざわっとした。合成とか別人だとか言って自分じゃないと否定すればよかったけど、盗撮と言ったので写っているのはアスカだということは確定してしまった。男子からすれば普段毒舌のアスカに可愛らしい一面があることは嬉しい誤算と言うべきだった。でも女子たちは、アスカは学校ではこんなにきつい性格なのに彼氏の前ではデレデレしてるのかとバカにする雰囲気が強かった。アスカはこれまでもクラスでは浮いてたけど、バカにされてるというよりは恐れられているという感じだった。だから俺もそのままにしておいたけど、アスカがクラスの笑い者になるのは耐えられなかった。アスカを助けたいと思って俺は叫んだ。実はこれ、俺がアスカに頼んだんだ。俺がどうしてもクレープを食べたかったから。でも男一人だと恥ずかしかったから、たまたま通りかかったアスカに無理についてきてもらったんだよ。俺がそう言うとクラスメイトはざわついた。
男の姿がよく見たら俺っぽかったということで、この写真は俺とアスカだというのは信じてもらえた。でもたまたま通りかかったというのは無理のある言い訳だった。アスカがただのクラスメイトの俺にあんな笑顔を向けるのは変だったからだ。お前らって付き合ってたのか?とクラスメイトに聞かれて、俺は正直に言っていいのか返答に困ってしまった。するとアスカが叫んだ。そうよ、ヒロアキは私の婚約者なのよ。とアスカはあっさり俺との関係をクラスメイトの前で暴露してしまった。誰が撮った写真か知らないけど、これで嫌がらせできたと思ってるなら大間違いよ。ヒロアキと私は将来結婚するんだし、私はヒロアキのことが大好きなんだから、何も恥ずかしくないし、やましいこともないもの。アスカが堂々と言い放ったので、クラス中が大混乱になったのは言うまでもない。俺とアスカが婚約者だったという噂は、その日のうちに全校生徒に広まった。俺はしばらくの間、廊下ですれ違った生徒みんなから、チラチラ見られる生活を送ることになってしまったけど、アスカはむしろ、せいせいしたという感じで堂々としていた。だから、俺もアスカに倣って、堂々と過ごすことにした。俺がアスカの婚約者なのも事実だし、俺とアスカがお互い愛し合ってるのも事実だから、別に恥ずかしがることではない。アスカは今まで、俺の言い名付けだってことがクラスメイトにバレないように、甘えてくるのはもっぱら家の中だけにしていたみたいだったけど、この事件をきっかけに、学校や外でも甘えてくるようになった。登下校も一緒にするようになり、放課後は制服のままでデートに行ったりもできるようになった。ヒロアキ、一緒に帰りましょう。アスカは放課後になると、ニコニコ笑顔で俺のところにやってきて、腕を組んで一緒に帰る。俺とアスカは、家の方向は同じだったけど、近所というわけでもなかった。だから、必ず別れ道で別れなきゃならないんだけど、それも寂しいから、毎日どっちかの家の前まで一緒に行ったり、そのまま家にお邪魔して、イチャイチャしたりした。あの写真を盗撮した犯人は、結局誰かわからなかったけど、俺もアスカも犯人探しはしてないし、見つからなくてもいいと思っている。というか、むしろ犯人に感謝しているくらいだ。きっと盗撮した犯人は、アスカの素の姿を暴露して、全校生徒の笑い者にしてやろうという魂胆だったんだろうけど、結果的にあの事件のおかげで、俺たちは人目を気にせずイチャイチャできるようになったから。最初はひそひそと噂話をされていた俺たちだったが、1ヶ月くらいするとそれもなくなり、全校生徒に公認のカップルになった。アスカは相変わらず毒舌で、きつい喋り方だったが、間違ったことは言ってないので、俺も大っぴらにアスカの味方をするようになった。すると、だんだんアスカのことを分かってくれるクラスメイトも増え始めた。遠巻きにされてクラスで浮いていたアスカは、クラスメイトと一緒に雑談できるくらいまでは、学校の中で受け入れられるようになった。アスカは、他のクラスメイトと比べて、俺に対する態度だけ明らかに甘々だったから、俺としては嬉しいやら恥ずかしいやら、複雑な気持ちだったが、俺たちは二人とも高校を卒業した後は大学に進学し、それぞれ就職した。そして23歳の時に待ちに待った結婚式を挙げた。俺は家族を養っていけるだけの給料をもらえるように頑張って有名企業に就職した。アスカは専業主婦になってもらっても大丈夫だったけど、アスカは子供ができるまでは自分も働きたいと言った。働いてお金を貯めて、将来家族旅行に行ったり、子供におもちゃを買ってあげるために使おうと、笑顔で言ってくれた。その通りに、
アスカは結婚後4年間は OL として働き、出産を機に退職して育児に専念してくれることになった。子供たちが2人とも自分で歩けるようになった頃、アスカが貯めておいてくれたお金で、俺たち家族4人は初めての家族旅行に出かけた。それからは毎月少しずつ貯金して、子供の夏休みに旅行に行くのが家族の恒例行事になった。今年の夏もどこに行くか、今からみんなで計画を立てている。これが俺たちの馴れ初めです。